こんにちは、鈴木です。本日はメルカリ、商品を購入しましたが、キャンセルしたいです。出品者の嫌がらせもあり、キャンセルできません。キャンセル方法を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。はい、この動画ですね、LINE アットから、質問がありましたので、ぜひね、回答させていただきます。はい。まず、この場合はですね、まず、相手の評価は絶対にしないでください。はい。で、この行動をね、行ってしまうと、取引がね、終了になってしまうので、もうね、商品が戻ってこない可能性非常に高いので、絶対にしないでください。はい。で、この評価をしてしまうと、メルカリ事務局がね、入ってくることはできないんですね。これはメルカリのシステムがそのようになっていますので、できないです。ぜひ注意してください。はい。で、あと、次なんですね。まずは、今の状況をメルカリ事務局へ詳細に、メールでね、連絡してください。メールというか、メルカリの中からですね、連絡していただければ、ね、いいかと思います。はい。このような商品をね、販売する方はね、まず、返品を非常に嫌がってまして、断る可能性が非常に高い悪質なセラーです。はい。で、このようなね、セラーは非常に多いので、注意していただければいいかと思います。はい。で、連絡後にメルカリ事務局から、必ず連絡がありますので、連絡が来ましたら、その詳細ですね、連絡の通りに行動していただければいいかと思います。はい。この連絡することによって、メルカリが出品者におそらく何かね、メールしているかと思いますので、出品者は必ず何かアクションですね、行動してくるかと思います。はい。で、おそらくね、商品の返品が可能になりますので、そのままね、商品を返品していただければいいかと思います。そのまま、終了するね、になりましたら、評価をね、相手の評価をしてください。それまで必ずね、相手の評価しないようにしてください。よろしくお願いします。ではね、今回の動画は以上となります。あとですね、チャンネル登録お願いします。あと、悩み質問等ありましたら、LINE 登録によろしくお願いします。今回の動画は以上となります。最後にご視聴いただきまして、ありがとうございました。